スタジオフィックスフルイドファンデーションを使用してよりマットに仕上がるテクニックをご紹介します。スタジオ塗った後にスタジオフィックスフルイドファンデーションを170番ブラシでお好みの量を使用します。プロパフォーマンススポンジで抑えることで肌への密着を高め、同時にツヤも抑えます。トレッププライムトランスペアレントフィニッシングパウダーを187番ブラシでのせていきます。毛穴の気になる部分にポンポンと置くようにのせなじませます。こちらをつけることで毛穴やシワを目立たなく見せ、マットに仕上がります。さらに肌をマットに整えるパウダーインタイプの化粧水フィックスプラスマットを顔全体に吹きかけてメイクをセットしましょう。スタジオフィックスフルイドファンデーションで上品なマット肌、ぜひトライしてみてください。